奇岩に富んだ約3キロメートルの峡谷です。その景観を大きな竜の姿に見立てて竜王峡と名付けられました。噴出した岩石の違いにより色が異なり、竜門岩主体の白竜峡、凝灰岩主体の青竜峡、安山岩主体の紫竜峡の名前が付けられております。それではこれから竜王峡に行ってみましょう。神社から見る虹見橋が大変美しく綺麗です。白竜峡と呼ばれるところで、確かに全体が白っぽく見えますね。この滝は滝見橋の上流にあって、山深く静かな滝でした。野岩鉄道の竜王峡駅プラットホームに出てきました。ご覧のように駅の半分は洞窟の中にある珍しい駅です。野岩鉄道は昭和61年の開業、総延長は 30.7km、 9つの駅を持つ鉄道です。東武鉄道と総合乗り入れしているので、支店会津高原尾瀬口からどこへでも手軽に行かれます。トンネルは18箇所、橋梁は64箇所あって、
楽しめる鉄道です。今度ぜひ来てみたいと思います。